どうも MA です。ピューラーの皆さん、ビューリーようこそ。こんにちは。はい、今日はね、外でちょっと休憩をしてるんだけど、もう撮っちゃいます。外でたまにはこういう日があってもいいかなと思って。はい、乾杯。チーン。今ね、目の前ね、めっちゃ少年たちが野球してて、超この今不審者や、正直言って。なんかお酒飲んで外でカメラ回してる不審者の前にボールが転がってきたなんかこんにちはって言ったら多分無視されるだろうなと思ったから、あえて何も言わなかったけどはい、あのね、まあ、今日はただのお話し会だから開封とかはないから、まあ、先に言っておくんだけど、あのね、ちょっとね、ちょっとだけ話したいなってことがあったから今カメラ回してるのね。私最近さ、ジムさ、行き始めたじゃん。まあ、最近いつももう割と経ったかな。うん。で、今、あの、パーソナルトレーニングつけてて、あの、なんて言うんだろう。予約さえ取れれば、行き放題、みたいなやつでやってんのね。だから結構な頻度で、今ジムに行けるような感じになってやってるんだけど、そこでさ、あの、パーソナルトレーニングってあの、いわゆるトレーナーさんとさ、マンツーマンでさ、あの、教えてもらいながら鍛えられるのね。それやってるからさ、結構お話しすることとかもあって、それでね、なんかちょうどその、あの、ジムのトレーナーさんがなんかアニメ好き で、私がなんかこういうことしてるよとかも多分言ってないんだけど、普通になんかアニメ好きとして、ただのこうアニメの話をしてる時に、あの、フィギュアの話になったの。まああるあるじゃん、これって。普通にさ、自分がさ、フィギュア好きやからさ、え、アニメ、このアニメが好きなんですよね、とかって言われたらさ、え、いいですよね、みたいな。え、もしかしてちょっとしてフィギュアとかも集めたりするんですかみたいな。まあ、聞くやん。で、聞くやん、まあ。うん、まあ聞く時もあるやん。みたいな感じで、聞いたら、あ、フィギュアっすかみたいな感じになるんだよ。いや、わかる。この、フィギュアを集めるってなった瞬間に、まあ、ちょっとこう、あの、いや、集めてないですよっていう人結構多くなるんだよ。そう。で、これは別に全然良くて、まあ、いいとか悪いとかないんだけど、あ、普通に、あ、やっぱりフィギュアは集めてないんだ、みたいな感じで思いつつ、で、そしたらさ、フィギュア興味あるんですかって聞かれるの。で、それで、あ、フィギュア私結構好きなんですよねって言って、フィギュアといえば、なんか、いろいろありますもんね、みたいな感じで、この前もなんか面白いフィギュアありましたよとかで写真とか見せてくれて、それで、あ、普通にフィギュアなの。あ、フィギュアだね、みたいな感じで、かわいいね、みたいな言いながら話してるんだけど、まあ、そこでさ、まあ、そこでっていうか、まあ、それもあくまで一例なんだけれども、まあ、そんな感じで、アニメが好きっていう人とかと話してるときに、いわゆるその、フィギュアとかの話になったときに、あ、なんか自分のフィギュアに対するその趣味が結構当たり前だけどね、結構もうなんか私が最初にフィギュアを知ったときから結構なんか行き過ぎてんなってことに気づくことがあるんだよ。今これ聞いてて、それは当たり前でしょって多分思ったビオラーさんもいると思うんだけど、まあ私もそれはさすがに自覚はしてるんだけど、なんて言うんだろうな、なんかまあ、なんとか多分これに限らずみんないろいろあると思うんだけど、普段自分が例えばお仕事先とかいつも話してる人とか、そういう人じゃないような人と話した時に、なんか新しい考え方とか感覚が久しぶりに入ってくるとか、まあ、久しぶりじゃなくてもなんか知るみたいなことってあるじゃん。多分あると思うんだよ。私は結構あるんだけど、まあ、それが、まあ、直近だとフィギュアだとそういう感じで、あの、ま、マジで超最近ってか、さっきもそうだったんだけど思ったから今回してるんだよね。うん、伝わってる？うん、なんかでも思い返してみれば、私もフィギュアを一番最初に知った時っていうの、まあ、概念っていうか、で、あ、いいなみたいな、自分の好きなキャラクターが立体物になってるんだみたいな、それってめちゃくちゃ嬉しいことなの。え、欲しいみたいな。もちろんポスターとか漫画だけもいいけど、立体物としてコレクションとして、その場に置いておきたいっていう感覚って、あるじゃん。そうだから最初の頃って私も、なんて言うんだろう、集め始めた初期の段階の私が今の
私がやってるようなフィギュアに関するこの一連のことを見ると多分びっくりするよなって思った。これってなんだろう、別にふたした時になんかそれに近いような感覚に陥ることもあるんだけど、なんか改めてあの普段話さないような方たちと会話をしてそういうリアクションとか考え方とかの反応とかを見るとなんかより実感するなって、他の方から実感することってあるなっていう風にね思ったんだよね。そう、多分みんなもあるんじゃない、わりかしフィギュア集めてるとかって言って、フィギュア集めてるんだねって言ったら意外とみんなが想像してるのって普通になんか5つとかなんかそれぐらいの感覚、 10個とかなんか意外とそれぐらいの感覚で、あ、自分も集めてるよみたいな感じで、それなんか実はさ結構ありますみたいな、なんかもうなんなら箱から出してないフィギュアも結構あってもう置き場がないんだがみたいなさ感じのさ状況になってるさ人たちも、さすがにさなんかわかんない、私のやってることがやってることだからさ、さすがに私の視聴者さんの中だと多分割合的に多いと思うの、あの一般的な人と比べた時にね。そうだからなんか驚かれることってあると思うんだけど、そういう時になんか今の自分のこの普通だと思ってることがもう普通じゃなくなってるってことって結構あるよなって思って、なんか私もさ、私なんかさ特にさ、まあ、この業界に今となってはいるから、普段そういうフィギュアに関することとかそういうお話をする方たちもわりかしなんて言うんだろう、まあ、なんならその知識的なところで言うと、まあ、私よりもすごいあるって方とか話すことも今となってありがたいことに多いし、なんて言うんだろうな、まあやっぱりホビー系とか、まあ、フィギュアに限らずそれこそプラモデルだったりしてもそうだけど、結構なんかなんて言うんだろう、割とこうどっぷり系の方と話すこととかって多かったりするから、なんかこう普通の感じの方と、ごめんなちょっと言葉選ぶけど、方と話すことって意外と少ないのね。だから結構新鮮な反応とか考え方とか聞く瞬間があると逆にこう新鮮な気持ちになって、まあ、初心に帰るじゃないけど、これに関しては初心に帰ることが別に偉いとかすごいとかなんかそういうあれじゃないけど、なんかこう改めて客観的になんかその自分たちのやってることを考える一つのきっかけになるなっていうのをね思ったんだよね。それで言うとそれこそ超最近、マジで超最近ね、今マサさんいないんだけど、なんかマサさんから聞いたの、なんかマサさんがとある方から聞いたお話を聞いたの私が。それでなんかボディサスペンションって知ってるって言われて、え、知らないんだがってなって調べるじゃん、やばいんだよそれが。私が全く知らなかったことだったんだけど、アキス君から言うとね、なんかね簡単に言うとあの体に、皮膚にっていうのかな、もうでっかい穴開けてフックとかかけちゃって、もうこことか膝とか背中とかに、まあ、要はなぶら下がるのよ自分が。多分何言ってるか分かんないと思うんだけど、あの私も最初何言ってるか分かんなかったんだよ。だけど画像で見てもう分かったんだけど、多分気になる方はボディサスペンションで調べたらめっちゃ分かると思うんだけど、吊り下げられてんのよ人が。私がだから吊り下がるの、もう皮膚を直接針かなんかで穴を開けたりして糸で吊り下げられるの。そうやばいじゃん。で普通になんか血とか流れてんだよ、普通に血とか流れてるんだけど痛くねえのかなと思って、そしたらなんかの記事にインタビューみたいなやつに、いやなんか針刺すときは痛いんですけど、でも意外とその後はそうでもないんですよ、むしろなんか気持ち的ななんかそんな感じのこととかも言ってる人いて、いやーみたいな、いやこれもまさにさ私みたいな、せいぜいさ私からしめれば太いピアスとかをたくさん開けて、私さ全くピアスとか抵抗ない、まあ、自分は開けてないんだけど全く抵抗はなくて、まあ、別になんだろうやってもいいかなぐらいの温度感なんだよね。だけど何て言うんだろうな、その上があるというか、上って多分上とかでも何でもないな、なんかもうまた別ジャンルなんだけど、これはこんななんか吊るされて楽しい人とかそれを見て気持ち
感じになって、お酒の魚になるみたいなジャンルとか娯楽っていうのかしらもあるんだなってことをさ知ったらさ、びっくりするじゃん、まあ、要は自分が知らない世界なわけだからさ、まあ、自分が知らないようななんていうかな視点、自分が知らない世界を知ってるような方の話を聞くと、まあ、やっぱりなんだろう、純粋にえーっていう感じのリアクションになるし、まあ、新鮮だし、まあなんかまあ楽しいよね、そういう世界もあるんだみたいな感じでさ、うん、だから多分まあ話戻すとさ、今私とかビオラーさんたちの中にもねやってるさ、このフィギュアを集めたりとか、じゃあポップマートとか集めたりとか、まあいろいろこうまあなんだろうね、コレクションして楽しむみたいな世界も多分知らない人もいると思うし、それを見たらあ結構いいねみたいな、思ったよりもなんか意外となんか全く知らない人って結構インみたいなイメージの方まだいるとは思うんだけど、実際にこう見てみたら、あ結構華やかだし、なんかすごい楽しそうにやってるねみたいな感じになったりもするじゃない。そうだからさ、私もそっからなんだろう、なんて言うんだろうね、まあ、ちょっと飛ぶけど、自分の知らない世界ってまだまだあるんだなっていうとこにまで結びついたよね、そのトレーナーさんとの会話からね。だからまだまだ視野広げられるなとも思ったし、でもっとフィギュア集めようかなとも思った。もう集めようっていうか、まあ、リペイントもしたりとかしようとも思ったよね。結構暗くなってきたね、私今日は夕方ジム行ってきて、今ちょっと休憩してんだけど、こんな風に回すのは初めてよね、なんかこういうなんかリアルな感じっていうのかしら。別になんか目的を持って外に出てきたわけじゃないから、撮影のために出てきましたとかじゃないからさ、でもなんかこういうのもいいかもね、割となんか意外と私完全にも不審者だけど、結構ちびっ子たち強要してくれてるし、なんか何回か何してんだろうみたいな目で見られてはいるけど、まあいけるな、多分いけるわこの感じだったら、って感じ。まあもうちょっとゆっくりして帰ってから、今日もあのまだ制作続きやるんで、制作してみたいな感じです。私は、みんなは今日はどんな一日をお過ごしでしたか。そろそろね、夏に、マジで夏になってきてめちゃくちゃ気持ちいいから、もしかしたら私みたいにさ、結構家にいて作業してることが多いよっていう方がね、もしこの見てくれてる方の中にいたら、おすすめだよ、こうやって公園に来て子供の若い子の生命力を吸い取ってやるみたいな気持ちでのんびりするのも楽しいですよ、はい、近くにラーメン屋さんがあるから、ちょっとラーメンでも食べて帰りたいと思います。みんな今日も見てくれてありがとうございました。めっちゃ暗いな、今映ってんかなこれ、ちゃんと、まあ、いっか、はい、ということでまた次のビューリーでお会いしましょう。バイバイ。バイ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 。